はははいいいこんにちち毎週土曜日はちょっと懐かししをご紹介しています今回は MGC コルト・ガバーメント M1911A1 タイプ1942ハイパーブローバックつまりガスブローバックのモデル1994年頃の作品ですねご紹介したいと思います。 いかがでしょう、えー。雰囲気として非常にルックスよくですねあの軍用銃としての雰囲気をね、えー、十分に醸し出してると私結構これお気に入りですぐね手の届くところに置いてねこう握握したりねしていたものですはいこれはね、えー、発売当時のものを買ったのではなくね後にオークションでね3丁ほど入手したものの1丁です現在元気に動くのがねこれを含め2丁しかないんで まあ今回ね割と元気に動いたやつをご紹介するその代わり元気で動く代わりにねこの辺なんかバッチリね傷が入ってたりしてね、まあ、その辺もねもう貫禄と言っていいね世代の銃ですねなんといっても1994年ですからもう30年ぐらい前のものになります28年前ですね それがね、えー、まだ未完成と言ったら怒られてしまいますけれども今のガスブローバックに比べればまだまだこなれてない技術でなんとかスライドを交代させて,させていた時代のものですからそれがまだ元気で動くっていうのはねそれなりに、えー、私は満足しております。はい、で今回はね軍用銃ということを合わせてねこれも旧タイプのね、えー、ダミカを並べたりして最近ねダミカサボってますけれどもね まあ、たまにはいいでしょう。はい、で外観をね見ていただきますとこれライフリングもしっかりね再現されています。はい。インナーバレルが重厚から1センチぐらいのところに来てますね。はい、1911A1 らしいね背の低い半月型のねものの後ろのねスパッと切れた形のねサイトで。ぶっきらぼうなぐらい何の刻印もね 出ないようなスライドにこの辺の、えー、プルーフマークとかね。刻印、この辺りはかなりね、えー、かっこいいく入ってますね。雰囲気出てますね。で、これね。アウターはね。これ金属じゃないかな。確かね。はい。で、それとこちら側はもうね。おなじみのねもう目に親しんだというか目に馴染んだね。刻印が入っています。 この辺りのねプルーフマークもしっかりと入っているとどうでしょう再現度かなりいいんじゃないんですかね、まあ、同時期にね発売されていた MGC の GM5 でしたっけねあの綺、ー、麗なね仕上げのガバメントのブローバック GM2 のねちょっとねデフォルメされた外観等々を修正してねなるべくねリアルなものに。 最後カートリッチもリアルになっていたとフレーム部分はねそれと同じものだとほぼ私は思っていますはいで実はこの時代ですがねもうパーティングラインは綺麗に処理されてますねはいトリガーガードの中身にはね少し残っていますけれども、まあ、その辺ご愛嬌とスライダーの上面も完全にね仕上げられていて非常に綺麗です、はい、しかもね、えー、ハンマーを起こすとね雰囲気バッチリ もうモデルガンそのものに近いですよねでねピシッとしたねタイトなスライドねサイトピクチャーはこういう感じスライドを引いたイメージはまあタイトなのも当たり前で見てくださいここごと動くんですよスライドが違うでしょ形がねっガタつかないのも当然だってやつですねはいご愛嬌です エキストラクターとかもダミーですねこれモールドじゃなくてダミーのパーツが入ってるんですね,でね残念ながらねユニットは見えちゃいますねこういう感じでねこのあとベレッタの辺りからねパカンと開くようになるんですけれどもこのモデルぐらいまではまだまだ残っているとあとねショートリコイルはどうだったんだっけあしませんねはいバレルは固定されています ストトレートブローバックですね。はい。ね。ちゃんっていう感じで。で、トリガー抜ければパチンっていう感じですね。はい。で、マガジンがまた凝ってましてね、外装がね、プレスなんですよ。はい、スチールです。あれ、グで玉くん閉まっちゃったかな。ということで、パキンとグで玉くんがつくということですね。パキンとね。 これは雰囲気ありますよねこの部分こそ、ねえー、ガスガンのものですけどもここからこの下の部分はねさすが長年、ね、モデルガンの作り続けてきた MGC らしいね,こういうねでちょっと雰囲気も出てるところすれててね、はい、これはかなりいいなガスチャージは、ね、底面から行いますね、はい、でバルブが見えてると思いますけれども、ね、こんな感じの構造の、はい、ガスブローバックです ちょょっとだけ作動させてみましょうかもちろんね今のマグナとかに比べればねはるかにねおとなしいねつつましい感じのねスポンスポンっていうねブローバックですけれどもまあ当時は嬉しかったですねやっぱりガバでね MGC の場合は最初グロックとかねああいう方から出ましたんで。 ガバのブローバックはいつだみたいなところはありましたんでね。はい。パッケージはね。このパッケージですね。馴染みのある方も多いんではないかと思います。ブレッドファーストね。リコイルレーターって書いてありますね。まあ、つまり bb が発射されてからスライドが動き出しますよと当然それによってね。着弾点がね狙ったところに近いところに集まりますよと。 ということですよねで裏についてるこのターゲットねまあさすがにこれを私ですら打ちませんでしたけれどもねはい時々中古で買うとねここ打たれた後のやつが来るとなんか微笑ましいですねはいで内箱はねこんな感じでね付属のね、えー、MGC のね懐かしいねこのグリーンの BB とねそれとこれがねあの BB のローダーですどう見てもあの インナーバレルとそれ以外のパーツをうまくこう流用してねあのローダーにしてるっていう感じですね後で使ってみましょうあとレンチが2本入ってきます取扱説明書が非常に雰囲気があっていいですねやっぱりねはいこういう感じですねどうでしょう、ね、もうねスライド下がったところにされちゃいましたねでこのねハイパー BLK っていうのはね まあ残念ながらあまりねこの商標むしろサイクロンバレルの絵の方が印象に残ってるぐらいじゃないのかなっていう感じですねで中に入ると MGC らしく相変わらずイラストいっぱいの分かりやすい取説が、えーね、展開されるとなんかこれも発射雰囲気が可愛いいですよねこの銃にぴったりじゃないかなバチーンとはいかないですからでもね ポンっていう感じですからね。はい。こんな感じですね。で、それと、まあ、メインテナンスに関しても少し触れられていて、で、注意事項があるということですね。それから、こちら側、パーツリスト。ね。ほら、フレームのあたりってもうほとんどそのままだと思いませんか。ね。ガバメントのモデルガンのね。はい。で、一覧表があって、 この頃のの頃頃もうニュー上の点になってる頃ですねはい94年ですからね線路の反対側に行ったわけですね、はい、ということですはいじゃあいろいろといつもの通り測っていきましょうまず重さですね結構これ重さ重いんですよこう見えてこう見えてってどう見えてたよいしょよいしょあれこうか。 どうでしょう 900g 超えね通りでずっしりくるわけです非常に持っていてねモデルガン的に楽しい銃ですねトリガープルこれが実はね結構ねトリガープルはいいんですよ滑らかなめらかって感じでね ちょっと意外ですよ。あのこのこ頃のやつってもうなんか全てがダメなんじゃないかみたいにね誤解されがちですけれどもね1.06ね1.00とこのぐらいです軍用銃ですからねそんなにフェーザーじゃないですけれども切れると。 切れ方はね、こんな感じですね。ここら辺もぐグイッっていう感じでもうほとんど遊びがあるんですけれどもね適度な抵抗感があっていいですでここでパチッとかなりね最後パチッと切れます音とん分かると思うんですけどここでパチッって感じで切れますねですから狙ってトリガーを絞った時にプレは全然なしで打つことができますはい やっぱりガバメントって優秀ですね。で、それの中でもこれはね、なかなか、えー、いい、えー、トリガーの引き心地だと思います。で、こんなね、古い銃にね、初属なんて言ってもかわいそうなんですけれども、まあ、とりあえずね、参考までに測ってみましょう。これ私ね、測ったことないんじゃないかな。これも初速なんて。 クリアしてるかどうか何で分かるんだって言われるんですけどこれ誰でも打ったら分かると思います10金のエアコキぐらいしかないですよはいそこまでいくかなマガジン温度はプレスの表面ですけれども今26.5度ということになりますねはいちょっとドキドキしちゃうんですねちゃんと打てるかどうかね、はい、でえー、弾速計を用意して1発目をスライド おーいい音ですねやっぱりじゃあ行ってみましょうお測れましたねはい0.26ねはい0.29おっ頑張ってるな0.28かな 0.290.28と次あたりでホールドオープンしますかねまだかまだかあらあらホールドオープンが <laughs> 残念だな上向けたらするかなあした ちょっと上向けて打ってあげるとねしっかりホールドオフと今しましたよね皆さん見ていただけましたねもう一生きになってくださいもうこの銃いっぱいいっぱいで動いてます今日ねはい多分これもうちょっと寒かったら NG ですねということでね、えー、0.28J ですからちょうど10均のエアコキとあ18歳以上用のエアコキの中間ぐらいのパワーっていうことになりますね思ったよりありましたねこれで実際あの当時の MGC の緑の玉が0.16とか えー、その辺の重さのはずですからそれなりに弾速は出るんでしょうねはいいかがでしょう動きましたよねということでねはいで動いたらねちょっと的に向かって打ってみたくなるのが人情でねまあこの世代のものにねはい集団性がなんていうのはね野暮ってもんなんですけれどもその野暮のことをね、えー、我が家はやってしまいましたはいもうありのままです でどのぐらいまで動くかわからなかったんでいつもみたいにね何種目もやってません 5m 両手でね、えー、楽しく家族で打ってみました昔懐かしいというところをね、えー、私一人が懐かしいんですけどもねはいでかみさんが両手で打ってねここら辺を狙うとねほらでも結構そこそこ来てるでしょどうですねえで次私が打ってもまあこんな感じですね でこれね、2つともね、ガスチャージ直後なんですよね。まあ、こんな感じです。でね、せがれがね、打って、まあ、この辺を狙って、まあ、こんな感じと。で、せがれの時にはね、こっちで私が12発撃ったマガジンをそのまま使いましたんで、まあ、それなりにね、気化するためのスペースはあったかなという気はしますね。どうでしょう、この結果はね、皆さんにご判断をお任せしますけれども。 もうこの世代の銃でこんだけ当てりゃ十分じゃないのと、まあ、同時期にあったねマグナブローバックこれがね異常なぐらいに性能が高かったんであって他のねガスブロ系なんてのはね、まあ、どっこいどっこいだと思いますよ私ははいただグロックの方がよく当たりましたねはいもちろんねはいでガバメントのブローバックとして MGC がリリースしたオリジナルとしてはまあこの辺りとあとあのハイキャパ系ですね あの辺が一生懸命頑張ってくれたとハイ,ピハイキャパ系の中ではご紹介したものの中で結構当たるものがあったと思うんですけれどもまあこの菅場に関してはねこんなもんかなって気がしますねもしかしたら皆さんのお持ちの答えでねもっとねワンコイン以上攻めれるぜなんていうのもあるかもしれませんけれどもうちのやるのはこんなもんだったような気がするなって感じですねはいで、えー、MGC はこのハイパーブローバック 正直ねやはり差別化されてしまいましたねマグナとね。でやがて MGC は、えーまあ、あ MGC 自体がねもうあの事実上ね活動を停止して、まあ、ブランドだけね残って台東とかね新日本模型となっていくんですけれども、まあ、その時期になるともうねマグナブローバックをウエスタンズから権利をね <laughs> え借りてですねマグナ版を出してくるようになると。 でマグナ版を出してくるようになるともうあのウエスタン・アームズと被らないようになっていくんですよね銃の種類がですからその時期にこの菅場の MGC 版のマグナブローバックっていうのは私の記憶ではなかったと思いますあの金馬をもじったキーパーとかねあとあるいはあの、えー、ビューローのね長いやつとかねあとターミネーターのモデルとかね、まあ、そんな感じの方に走っていくと形になりますね で、ウェスタームズの方ではこういうね本来のガバメント系の展開をどんどんしていくという形で墨分けが行われていたというふうに記憶しております。間違いあるかもしれませんがね。はい、ということでねそこそこ打ててそこそこ当たるで何より持った感じも非常にねあのこれ是非ね握っていただきたいなと思いますね。あの見る機会があったら。 もう本当に MGC のやつもウェスタームズのやつもこのフレームが少しねあの太いのは事実なんですけれどもその中でもねこれは非常にねスリムに感じて握り心地のいいね、えー、ガバメント軍用ガバですね。はい、ということで、えー、今回はもう1994年28年前のね、えー、MGC のガスブローバック版ハイパーブローバックのねガバメント M1911A1。 1942型モデルご紹介しましたではまた